西ドイツ国鉄 VT11.5 型機動車は、ドイツ連邦鉄道が1957年に製造した特急旅客用機動車である。1957年に西ドイツを含む西ヨーロッパ各国で T が運行開始されるのにあたり、西ドイツ国鉄が T 用として製造した機動車である。1968年1月1日に実施された。 車両称号改正により、動力車は601型となり、さらに後に一部が、ガスタービン動車の602型に改造され、1990年まで使用された。ドイツでは、第二次世界大戦前にフリーゲンダーハンブルガーや、その量産型などの特急用機動車が製造されており、戦後の西ドイツでも、VT8.5 型などの機動車が新造されていた。 VT11.5 型は、こうした経験に基づいて設計されたが、特に1938年に試作された137-155編成や1953年に編成のみ製造された VT10.5 型から影響を受けている。仕様は、T としての共通規格に従ったものである。通常は、両端の動力車2両と中間の食堂車1両、バー車1両、 座席車1両、コンパートメント車2両による7両固定編成を組んだが、中間車を増車し10両編成で運行することや、10両、編成2本を連結して20両編成で運行することも可能であった。各社の連結部の貫通ホールは全断面式のもので、車両下部はボディマウント構造となっている。連結機はシャルフェンベルク式密着連結機である。 全車とも一等車であり、7両編成で運転する、際の定員は122名、編成重量は230トン、編成長は130メートルである。中間車は全車とも車体長は17.4メートルと、ヨーロッパの車両としては短い。空調装置を備えており、窓は固定窓となっている。車体塗色は赤色地に窓周りがベージュ色のツートンカラーである。 製造当初の形式記号は D4。編成両端に連結される動力車で、前頭部の形状は運転室を高い位置に上げた、流線形である。製造メーカーはン。機械室は運転室を境に、前後2つに分かれる、前方ボンネット内の機械室に、以下のいずれかのディーゼルエンジンを1両につき1機、搭載した。いずれも出力は8 0 9キロワットの V 型12。 気筒エンジンである。ただし後にマトゥフリードリヒスハーフェンの MD12V538 型に交換されたものもある。動力伝達機構としてホイドマイバッハメキドロ製の液体変速機を経て先頭側の台車のみ駆動する。後方の機械室には車内の空調や食堂車の調理室に電力を供給するディーゼル、発電機が置かれている。最高速度は 時速 140km で、後に時速 160km に引き上げられた。ブレーキ装置として、空気ブレーキと非常用の電磁吸着ブレーキを備える。機械室後方の連結面よりには手荷物室や乗務員室を設置しているが、客室はない。前面には T のロゴマークが取り付けられているほか、側面にはトランスユーラップエクスプレスのロゴが入っている。 VT115001 から5019の19両が製造された。1968年1月1日の称号改正で601に形式変更された。インターシティで時速 160km での運転を実施する際、601型では、性能上、編成を7両以下にする必要があったため、1971年から1973年に、 かけて601型のエンジンを、出力1 6 1 7ットの KHD 製、ガスタービンエンジンに換装した動力車。吸気口や廃気口の形状が変更されたほか、燃料タンクも増設されている。6 1 3 0 0 7 0 0 1 2の4両が改造され、6 0 2 0 0 1から004に改盤された。一旦に602型を連結し、 もう一端に602型との総括制御改造を施した601を連結することで7から10両編成での時速 160km 運転が可能となったほか、両端に602型を連結することで時速 200km 運転も可能とされた。ただし、時速 200km での営業運転は実施されなかった。故障が多かったことや燃料消費量が大きかったことから、 インターシティ運用の消滅した1979年に廃車となっている。製造当初の形式記号は A4 で VM11.51 型とも称する。一室6人のコンパートメント室6室を備え、定員36名。製造メーカーはリンケ・ホフマン・ブッシュ。VM115101 から5120の20両が。製造当初の形式記号は、 A4 枚で VM11.52 型とも称する。車内は通路を挟んで、一方が二人掛け、他方が一人掛けのリクライニングシートとなっている。定員33名。製造メーカーはリンケ・ホフマン・ブッシュ。VM115201 から5208の8両が製造され、称号改正後は901-200となった。1980年に、 団体臨時列車用に転用された際、2等に格下げされ、定員は56名に増加した。製造当初の形式は AR4Y で VM11.53 型とも称する。乗降用のドアはなく、隣の車両からのみ出入りできる。食堂車の隣に連結され、食堂と定員17名分の座席を備える。混雑時には座席部分に、 大型テーブルを設置し、食堂として共用することが可能。製造メーカーはベーグマン。VM115301 から5308の8両が製造され、昇号改正後は901300となった。1980年に団体臨時列車用に転用された際に定員44名の座席車に改造されたが、改造前と同じく出入台はないままであった。 製造当初の形式は WR4Y で VM11.54 型とも称する。調理室と食堂を備える。車体長が17メートルと短いことから食堂が狭い。このため隣のバー車にも食堂が設けられている。製造メーカーはベーグマン。VM115401 から5408の8両が製造され、称号改正後は9 0 1 4 0 0となった。 T、メディオラルム1957年6月2日の T、運行開始時には、VT11.5 型一変成分しか完成して、おらず、予備車がないため定期運用につくことはできなかった。このため初期の T は、VT8.05 型など全世代の特急用、機動車によるダイソーとなった。VT11.5 型が最初に用いられたのは7月15日の t サフィールである。 その後1957年末までに以下の T が VT11.5 型による運行となった。これらの列車にはいずれも専用の編成が充当された。列車のドイツ側の起点に位置するドルトムント、ハンブルクイコールアルトナ、フランクフルトイコールグリースハイムの各車両基地に所属し、1日または2日で1往復する運用が行われた。 1958年と1960年に運用の変更や車両の転属が行われている。また1965年には電化の進行に伴い、ヘルベティアは電気機関車牽引の列車に置き換えられた。この時余剰となった VT11.5 を転用する形で、トルトムーンとアントウェルペン間の国際特急列車、ディアマントが T に格上げされた。 1968年には、形式が VT11.5 から601に改められている。その後、さらに電化が進行し、様々な電圧、電気方式に対応できる電気機関車が開発されたこともあり、電気機関車牽員の客車への置き換えが進み、1969年から1972年まで、ミュンヘンミラノ間の メディオラヌムに使用されたのを最後に601型の T 運用は消滅した。インターシティのマークを取り付けた602型 T での運用が減少したことから、1968年夏、ダイヤ改正から601型は、西ドイツ国内の特急列車にも用いられることになった。同年冬からは、国内特急のうち6往復の列車名に、インターシティが冠されることになり、 うち4往復は601型を使用した列車であった。この際に前面の T ロゴマークの上にインターシティのマークを付けた着脱式のカバーが取り付けられた。また動力車側面のトランスユーラップエクスプレスのロゴも消された。インターシティは最高速度時速 160km で運転されることになっていたが601型は T 規格に基づき最高速度が 時速 140km に設計されていたため、時速 160km で運行するには、中間車を5両のみとした7両編成とする必要があった。このため一部列車は需要に対応しきれず、客車列車による運転に変更されたものもある。8から10両編成での時速 160km 運転を行うため、1971年から1973年に、 かけて一部の動力車がエンジンをガスタービムエンジンに換装され602型となった。9月26日のダイヤ改正で西ドイツ国鉄は従来の開通区を再編し4系統からなるインターシティ網を発足させた。この時6往復のインターシティが601型機動車による列車とされた。この時期601型は602型への改造を 予定されていた車両を除きすべて、ハンブルク・アルトナ車両基地所属とされていたが、実際には、フランクフルト・アムマインを拠点に運用された。1日あたりの走行距離を均等にするため、複数の列車を組み合わせた、複雑な車両運用が行われていた。1974年7月14日には、ハンブルク・フランクフルト・ルート・ビヒソ・ハーフェン間の、インターシティ、ザクセンロスが6 0 2型。 ガスタービン動力車による列車となった。しかし1975年1月には、動力車の片方を602型、もう片方を602型とした編成に置き換えられた。1975年6月1日には、ハンブルクケルン間のプリンチパルが602型による列車となるが、これも1年後の1976年5月30日には601型と602型の、 根血編成に置き換えられた。602型、ガスタービン動力車単独による列車は、この2例のみに終わった。1976年夏以降、601型と602型の根血編成は、この他ハノーファー・ケルーン・ボンカンの列車にも用いられた。なおこの時期には、ザクセンロスは601型単独の編成に戻っている。 1978年5月28日のダイヤ改正で601型602型混結編成の運用は終了した。また同改正で601型単独の定期列車もに往復のみとなった。1979年5月29日から西ドイツ国鉄はすべてのインターシティに二等車を連結するようになった。一等車専用の601型、901型機動車は このダイヤ改正で、インターシティの運用を外れた。その後、1979年に602型が廃車となり、1980年には601型の一部が廃車となっている。インターシティでの運用から外れた後に残った車両は1980年に10両、編成5本に組み替えられ、ハンブルクやドルトムントとベルヒテスガーデン・リンダウ。 インスブルック、ザルツブルクなどのドイツ南部やオーストリアの保養地を結ぶ団体専用臨時列車、アルペンゼエクスプレスで使用開始された。これに際して1等車から2等車に格下げされ、バー車は座席車に改造された。前面のインターシティのマークも撤去され、代わりに DB のロゴが入れられた。この列車は1988年に運行を終了し、601型は 廃車となり、解体された6 0 1 0 0 2 9 0 1 4 0 3を除き、イタリアの会社に売却された。マックス・リーバーマンで使用される6 0 1動力車には東ドイツ国鉄のロゴが入れられた。ベルリンの壁崩壊後の1990年、東ドイツ国鉄ではすでに廃車となり売却されていた6001型重量、編成1本と予備車を、 西ドイツとベルリンを結ぶ連絡列車用として借り入れた。同年7月27日から9月29日までハンブルクベルリン間のインターシティマックスリーバーマンで使用された。このマックスリーバーマンでの運用を最後に601型の営業運転は全面的に終了した。アウクスブルク鉄道公園でレストランに転用されている601型6003。 など4両がニュルンベルク交通博物館に保存されている。アウクスブルク鉄道公園では601型1、編成をブルースタートレーンというレストランとして使用している。車内は改装され、外観は青色とベージュ色に塗り替えられている。出典は突起ない限りコシンスキー 2001PP36 から41による。 出展は突起ない限りコシンスキー 2001P42 による。ただし、運行区間の変遷は、シャーフエルンスト 1983PP789 から807、所属車両基地は、同 PP613 から615、ダイヤ改正日付は、同 P830 による。出展は突起ない限りコシンスキー2001、 pp 42から45による。ただし、運行区間の変遷は、シャーフエルンスト1983、pp 789から807、ダイヤ改正日付は、同 p830 による。ありがとうございます。